沼津から参りました山崎です。今日は急な行動で本当に大変だったと思いますけれど、皆さん集まってくださって嬉しく思っています。私は沼津です。先ほどの方からもありましたように、このオスプレイが一体どこからどういうふうに飛んで東富士へ来るのか、とても心配しています。というのも、私たち沼津市の上空はいつも軍用ヘリコプターが飛んでいます。私は行き下に方面に住んでおりますので、本当に私の上の上空を狙って通っていくのではないかというように、よく通るんです。電信か携帯かわからないような、いずれにしても軍用のヘリコプターです。ですから、その度に本当に心を痛めているのですが、先ほどのお話がありましたように、沼津市には米軍基地、今沢に米軍基地があります。普段市民の方では知らない方も多いような基地なんですけれども、そこに先日お話がありましたように、11日に海兵隊が来て、今度日本が買った水陸両用の戦車ですか、そういうものの訓練があって、米海兵隊員が40名来て、その訓練の状態を自衛隊員20名に見てる、そういう報道があったんです。それで天候が悪かったので中止になりましたが、それと同時くらいにこのオスプレイが東富士にも来るというようなことがありまして、これは本当に集団的自衛権の閣議決定の問題と合わせて、ますます心配な沼津市民の一人として、共に皆さんと頑張っていきたいということを決意表明させていただきたいと思います。以上です。